どうも、毎年もらえる年賀状が減っていくニャンニャンクリーパーです。今回は、ラグモント峠に行きます。あのロンフォール、東ロンフォールから行けるんですけれども、当時私やってた時はあのサンドリア国民ではなかったんで、まあ、ウィンダース国民だったんで、このラグモント峠がここにあるってことを知らなかったんですね。あのリージョン情報ではね出てくるから、あそんなとこあるんだっていう認識でしかなかったんですけれども、まあこの道って、まあ、実は氷河に続いてるんですよね。私あの氷河への行き方をやっぱり知らなかったんですよ。でネットでね、どっかに氷河に行き方みたいな、あのそんな記事があったわけでもなく、もうこんなね当たり前のようなことっていうのはどこにも書いてないんで、なのでずっとあの氷河への行き方を知らなかったんですよ。はい。でもなんとなく位置的にここから行くんじゃないかなってある時そう予想して、それでここへ来たっていう、はい、記憶があります。でここは普通にはちょっと行けないんで、 NPC に話しかけなきゃいけないと。はい。で扉開くと、まあこれは普通に開くだけですかね。何が今開いたのかよくわからないんですけど、何でしょうね、さっきのガチャンガチャンの割には変な開き方したような気がします。結構道のりは長いんですよね、氷河まで。ここはクエストで1回ぐらいは何かのクエストで利用されたところだと思うんですけど、基本的には氷河へ行くため の道のりになります。なんかいい音がしましたね。何の音かわかりませんが、水滴の音なんですかね。でなんか本が追加されている、二手に分かれていますが、ボスイン氷河は左側ですね。とにかく大した特筆すべき点はないエリアです。ここではそうですね、アーリマンの涙とかそういうのを狙って稼いでた気が。おっと NM ですかね。あれ絡まれました。 NM ですね。受け流しスキルがアップしましたけど、スキル上限に達してたはずなんで、どっかで上限がアップしたんですね。サポクロなんですが、まあ特に殴り殺す感じですかね。反撃効果が出てるんで、ファランクスをすればカットができると。まあ NM なんでしっかり準備しなきゃいけないかなと。昔はこのエンライトはエクスカリバーの追加効果を上書きしてしまって発生しなかったんですよね。今はエクスカリバーの方が優先順位が高くなってるんで、エンライトはその次に発動する。用語辞典に書いてありました、どっかに。なので遠慮なくエンライトを使ってる感じです。もう少しでとどめです。何をドロップするのか。宝箱が出ましたね。
なんかパスワードが出るやつじゃないんですね。あれ、宝箱の色で変わるんでしたっけ？ドロップするかしないかが。ん？楽な敵。あれ、これ配置外があったエリアでしたっけ？さっきのアリマは NM じゃないですね。あら、絡まれたんで、あの NM かと思ったんですよ。なあ、なるほど。ここ前は、普通のレベル帯で通り抜けられてたのに、配置外で変わったんですね。ああ、これ結構きつくないですかね。わあ。いやー、まあ確かにある時期に、ガラリと変わりましたけど、そんな氷河行くだけでこんな99でも絡まれる敵をね、こんなところに配置するなんてどうかと思うんですけど、うわー、つまり氷河にね、ミッションで行く人たちってインスに必須ってことになっちゃいましたね。いやー、これはちょっと考えてほしいとは思いますね。新しい狩り場を増やしたんでしょうけれども、それならそれでね、あのミッションで使うような通り道には配置してほしくないですね。はい、ということで、峠を抜けてボスディン氷河にエリアが変わります。はい、じゃあ今回、ラグモントの散策は以上となります。